はい、どうも、山上健太郎です。今日も、ドラゴンクエストトレジャーズ、青き瞳と大空の羅針盤を続きからやっていきたいと思います。それでは、続きからスタート。そうや、そうや。まず、なんかお兄ちゃんを探そうって言われたな。遥か異郷より舞い降りし、二頭の黄金竜、あまたなる願いを宝に変え、この大地に散逸せ。今読んだのは、この大地に散らばるたくさんの宝についての伝承です。ほう。いや、いらない。この地には伝説のお宝がいっぱい地面に埋まっています。あなたもその伝説のお宝を求めて。あなたは誰？この地を調べに来た人。それはあなたはどうなった？お宝探しの前。まあ、かわいいお宝探しさんだこと、マヤさんというのね、よろしくねー。ご存知ですか？ここ伝説の地は人が住んでいないモンスターだけの楽園なの。だからこの大地は人にとっては謎だらけ。私はそのたくさんの謎を調べに来たんです。ほう。ここに書いてるのはさっき。ああ、なるほどね。こいつしか読めないのね。お前は誰や？お前さてはお宝ハンターだな。いい目をしてる。仲間たちもお前さてはお宝ハンターって。何、知らないのか？文字通りお宝を探し求めるもののことだ。かあかあ。そして我らモンスターは能力を駆使して宝探しを手伝うのだ。ほう。忠誠を誓ったお宝ハンターのために働くことには喜びを感じるからな。ほい。これなんだ。何が出るかな。石ころだ。ああ。これで、こうね。こいつは何だ。頼んだぜ。お。この先からモンスターの気配を引き締めて進もう。どうやって戦いよったっけ。ふい。お。え？これはやばい。誰を攻撃してんの？お、レベルアップしたぞ。これなんかあるんかな？ああ、これは自動で振り払う。どうや？こう。これはモンスターを倒していこう。とりあえずモンスター倒していって、レベル上げて、みたいな感じやな。これ割れるのかな？割れんのかい？何が出るかな？待って、俺。特になんもなかったわ。え？マヤは俺様のハニーだ。ああ、なんもないんか。こっちの扉は開くのか？扉は固く閉ざされてる。他の道を探そう。ほう。なるほどね。おお。スリングショット。モンスターは全部倒していこうかな。これ。あ、これで、お、切れるんだ。とりあえず、モンスターを倒していこう。お、レベルアップしたぞ。いいね。いい調子だ。ごめんな。ダメか。特になんもないんかな。お、
なんか拾う、あ、拾う。もうダメだ。Xbox のコントローラーと位置が違うから。見たい。お、倒した倒した。何が出るかな。ほゆみだ。なるほど。特に何もないのかな。お、なんか出た。磁場弾。お、な、まだ敵、敵おったんか。ためにはここを登って、お、キラーマシンみたいなのがおる。何やこいつ。調べ調べ。君のはありません。壊れていて動かないよ。絶対動くやんこれ。ああ同じか。多分これタラボかけたら動くとか。特になかったわ。これも一緒か。おは特になし。これもバルブをな回せるわけでもなし。さてさて、何が出るかな。石ころだ。よし、一応セーブしとくか。この弾がもう言えば魔法みたいなもんなんだな。こういう意味だ。そういうことだな。何者かの気配を先に進みますか。はい。お、なんか宝箱があるぞ。お、兄貴だ。誰かが倒れている。ハニーのお兄様では。今助けるぞ。あー、やっぱ来るんか。なんだこいつは。来るぞ。おお。おお。いってー。デビルウェポン。うわ、痛い。いや、これは遠隔からの方がええんかな。遠隔からの方がええ。マンゲージが溜まった分。やばいな。仲間を。お。ああ止まってくれるんだ。お、見た。これ頼んだぜ。選んで、ネアボスに当てて、ほんで Y で石ころ。待って、下もあるな。バギ。ああ、どれがいいんだろう。でも石ころがあるけん石ころ使うか。まあいいや。やばい、スラッチがやばい。スラッチがやばいので弾を切り替えで選んで、スラッチスラッチ。
多分もうこれで倒せるだろう。選ぶ。あ、もういけたわ。デビルウェポンやっつけたー。ほーい。ほいほい。レベルアップだ。ああ、びっくりした。さあ、倒れてる誰かの元に急ごう。前の兄貴かもしれないブー。ほい。ほい。お兄様。神。大丈夫か。出て。お。うわ、マヤ。今までどこにいたんだよ。ずっと探してたんだぜ。あのさ。マヤも神を探して冒険をしてたことを話した。そうか。マヤも俺のこと探してくれたんだな。しかもたくさんの仲間を連れててびっくりだぜ。マヤやるじゃねえ。やるじゃんか。知らない世界に飛ばされてマヤがいないと気づいた時はマジで焦ったけど。再会できてよかったぜ。こうして再会できてよかったぜ。あれ、あれ、あたいなんでここで倒れてるんだっけ。ほい。ああ、相変わらずだブー。いつまで倒れてんのかブー。なんだその猫、知り合いなのか。失礼ね。あたいにも名前があるのよ。あたいの名はミューシャ。ほう、この世界にとあるお宝を探しに来たのよ。ミューシャ。いきなり連れてこられてびっくりしたけど、ミューシャは結構いいやつだぜ。俺にいろいろ教えてくれたんだ。お宝のこととか、この島のこととか。ミューミュー。そういえば、あたいたち、宝箱を開けたら急に意識を失って。お宝はどうなったの？何も入ってねえじゃないか。みょー、おかしいわね。神とこの宝箱を開けた時はお宝があった気がしたんだけど。宝はどこだ。誰や。おお、オークみたいなのが来た。お前は銀ギーラ空賊団のニアゴスじゃねえか。そこにあった宝をよこせ。貴様はニックキシルフの国の将レオバン。宝箱は空っぽだったぞ。貴様こそ宝を持ってったんじゃねえのか。おい、俺たちは今来たばかりだ。そこの宝なんて知らねえ。じゃあ誰が宝を持っていったんだ。いや、こいつとやり合うの。シデンの牙メレイン、黒き飛行士ゲールズ、伝説の大空賊ギンギーラ。ギンギーラ、クソギンギーラ。これはシルフの国の皆さん、一足遅かったね。そこのお宝はいただいたよ。そこのお宝は俺たちギンギーラ空賊団がいただいたよ。その輝きはまさか七つの龍石の一つか。七つの龍石の一つ、それを手に入れるとはさすが我がボスギンギーラ親分。ニャゴス、これ以上恥を晒すでない。今なんと、なぜそのようなことをおっしゃるのですか。ニャゴス、貴様が宝として持ってくるものはガークタ同様のジャンクばかりだ。そんな役立たずは我が空賊団に置いておけん。貴様はもうわしらの仲間でない。親分、
それはそうと親、それはそうと親分。あの子供たちどうします？ほう、青い瞳を持つ子供か。放っておけ。放っておけ。子供などわしの相手ではないわ。おい。おい、ギンギーだ。てめえらの相手は俺たちシルフの国だ。レオバン。ほう、レオバンか。久しいな。せっかくあった戦いを貴様たちにいいことを教えてやろう。わしの目的は、この世界のどこかにある宝島だ。宝島？宝島だと。まあ、お前などに言っても分かるはずもないか。さらばだ。さらばだ、レオバン。この大地の宝すべては我らがいただく。さっき持っていかれた宝ってもしかして僕たちが探していた。にゃー、そうみたい。横取りされちゃったわ。困ったわね。すげえ。なんかすげえところに来ちまったな。2つの大きな勢力がお宝を取り合ってるみたいだぜ。レオバン隊長、ブリサか。あれ、空賊たちは行っちまったよ。後で話す。おい、ところでさっきからいるようだが、坊主も何者だ？俺はカメル。こっちは妹の前だぜ。カメとマヤか。この地にいるってことは、お前らもお宝を探してんのか。そうだぜ。ブルーブルー、参ったなこりゃ。まあ頑張ることだな。俺たちシルフもうかうかしてらんねえな。じゃあな、青い瞳の坊主ども。ねえ、あなたたち見かけないわね。お宝ハンターの小さなライバルってことかな。神くん、まやちゃん、またどっかでやったらよろしくね。やっと落ち着いたな。そうだそうだ、ここを探検してたら面白いもの見つけたんだ。ちょっと見に行かないか。俺についてこいよ。じゃあ今日はここまでにしましょうかね。それでは次回の動画よろしくお願いします。それでは山上健太郎でした。じゃあねー。